しかし、それは異形とは矛盾しません。そのことを認めなければ、私たちは人間の弱さを理解することも、それを受け入れ守ることもできないのです。私は、サンデーさんが生まれながらの指導者であることは認める。あなたは人間に対して悲観的でありながら、否定する心を持ち続け、全ての生き物を平等に憐れんでるから。でも私はあなたと違って自分自身のために生きてるの。だから私は、人間が自分のために選択するのは当然のことで、生まれつき持っている権利だと思う。逃避は弱者の本能かもしれないけど、誰が弱者なのかは他人が決めるべきことじゃない。あなたの目には私も弱者に見えてるの。私は自分が弱者だとは思わない。蛍は自分の意見を述べた。私たち請求列車も答えを出しましょう。あんたに任せるわ。ミハイルさんが言っていたように、彼に私たちの選択を教えてあげて。ここは…ここに見覚えはある？ミシャ。はっきりとは言えませんが、見覚えがあるような気がします。ここはどこですか？ここは夢の泡よ。私たちの意識は夢の泡の中に入ってるの。これはとある七死人が請求列車に残した贈り物なんだけど、不思議なことに私たちが開けた時は何も入ってなかったのよね。無教ショップのドクターエドワードから教えてもらったんだけど、無教は記憶が集まってできたものだから、核がないなら夢の泡は形成されないはずなんですって。だからホテルのドアボーイとして、請求列車の友人の中でピノコニーのことを一番よく知っているミーシャなら、この疑問を解く手伝いをしてくれるんじゃないかと思って。夢の泡にはあまり詳しくないんですが、皆さんはこの大きな家が何なのか知りたいんですよね。それなら頑張ってみます。お願いね。姫子、まだよく分かってないんだけど、どうしてミーシャがこの夢の泡と関係あるって断定できるの？断定はできないわ。これはただの推測。でもミーシャがここに見覚えがあるのなら、私の推測は正しいのかもしれない。そう、あんたと蛍はここで死、今は眠りと呼ぶべきものに遭遇した。それがドリームリーフと関係していることを考えると、ここに現れるのもうなずけるわ。今の問題は、誰があんたたちをここに連れてきたのかってこと。これまでの手がかりからして、あの愚者である可能性は低い。となると、一体誰なのかがとても重要になってくるわね。私たちは再び真実の核心に近づいてる。ミーシャに少し時間をあげましょう。彼なら夢の泡の秘密を解き明かしてくれるはずよ。分かった。でもここドアだらけだよ。どのドアから出ればいいのか、ミーシャ分かる？そうですね、こっちでしょうか。確信はありませんが、試してみましょう。いきなり正しいドアを選んじゃうなんて。不思議ですね。ここはホテルとは全然違うのに、来たことがあるような気がする。しかも
ばらく住んでいたような。僕の記憶が正しければ、あの廊下を進むと暖かい暖炉があるはずです。僕とクロックボーイはそこで火に当たって薪のパチパチという音を聞いていました。反対側の部屋はおもちゃが置いてある部屋です。僕は箱の中のものを全部床に並べて、おもちゃ一つ一つの物語を考えるのが好きでした。いえ、でもそんなはずありません。僕はドリームリーフで育ったんですから。じゃあここは一体。それは記憶喪失かもしれないわね。心配しないで、ミーシャ。誰だって過去を忘れることはあるわ。でもそれは別に消えたわけじゃなくて、ただ脳の奥で眠っているだけなの。同じようにその記憶を取り戻すことだってできるのよ。ここに見覚えがあるなら、他の部屋にも行って、もっといろいろ思い出せないか試してみるのはどうかしら。わかりました。ではさっき僕が言った二つの部屋を見に行ってみましょう。中でかすれた声が。折り紙の小鳥？それは友達の名前です。折り紙の小鳥とも友達なの？はい、折り紙の小鳥はクロックボーイやミラーさんと同じコンパス号の乗組員です。折り紙の小鳥は大家族で、そっくりな見た目をした兄弟姉妹が大勢いるんです。彼らはミラーさんの指示に従って船で様々な仕事を担当している最高の船乗りなんですよ。船乗り？折り紙の小鳥にそんな設定あったっけ？ミシャ、そのコンパス号についてもう少し詳しく聞かせてもらえる？コンパス号は新大陸に向かうための船です。クロックボーイや仲間たちを乗せて幾重もの霧を抜け、大海原の奥へと進む。危険に遭遇するたびにクロックボーイがコンパスを操って、みんなを正しい方向へ導いてくれるんです。素敵な物語ね。でもピノコニーのアニメだと、クロックボーイと仲間たちはずっとドリームタウンに住んでいて、一度も町を離れたことがないみたいだけど。あ、確かにおかしいですね。僕の記憶ではクロックボーイは最終的に新大陸にたどり着いたはずなんですがクロックボーイには私たちの知らない過去があるのかもしれないわね。それにしてもクロックボーイはどこに行ったんでしょう？ドリームタウンを守りに行ったんでしょうか。ミハイル、そう、この名前だよ。彼が時計屋だってことはみんな知ってるよね。それで彼は誰と話してるの？ミーシャ、何か知ってる？すみません、時計屋のことはよく知らなくて。ですがミハイルは。何か思い出したの？ミハイルはおじいさんの名前です。おじいさん？どういうこと？まさかあんた時計屋の子孫なの？でも私たちがこれまでに聞いた話の中に時計屋の子孫に関する情報はなかったわ。珍しい名前でもないから単なる偶然なのかも。ミーシャ、そのミハイルおじいさんのこと詳しく教えてもらえるかしら？はい、もちろんです。ミハイルは航海士で、いつも家を留守にしていて、
大勢の仲間たちと一緒に旅をしていたんです。どんなに神秘的な海域だろうと、どんなに危険な嵐だろうと、彼の敵ではありませんでした。あとミハイルはおじいさんと呼ばれるのを嫌がってましたね。まだ若いのにお年寄りみたいな感じがするからだって。それからミハイルという名前は両親の名前、ミハリーとイリスから取ったものだそうです。二人とも偉大な海の旅人だったんですよ。ミハイルは戻ってくるたび、僕に航海日誌を見せて海での出来事を話してくれました。僕の夢はミハイルのような冒険家になることなんです。確かに時計屋とは関係なさそうだけど、本当にただの同姓同名なのかな。それでそのおじいさんは今どこにいるの？ミハイルは次の旅に出ました。もうずっと会っていません。水の音がするような。そういえばあんた言ってたよね、この先にすごく大きな噴水があるって。宝石のようで、頬を上げた全ての人の夢の中にはめ込まれている。漂白の日々、波に反射する光を見ていると、またここに君たちのそばに戻ってきたような気がする。ミーシャ、また何か思い出したの？今のはミハイルの航海日誌に書いてあった言葉です。おじいさんは海に出ると危険な目に遭うことも多いけど、午後甲板に立って海面のきらめく波を見ていると、いつも家の前にある噴水のことを思い出すんだって言ってました。その瞬間は家族のもとに帰ってきたような感じがして、海での日々がどんなに苦しくてもそれほど辛いとは思わなくなるんだって。ああ、その気持ち、うちもなんかわかるかも。年寄りぶってなんかないって。ただ考えに浸ってただけ。故郷を離れた冒険者なら誰しも心の中にこういう噴水があるのかもしれないわ。大海原の向こう側が謎に包まれていても、家の前の噴水はおじいさんのコンパスのようなもので、いつも愛する家族のもとへ導いてくれていたのね。はい、ミハイルが家にいるときはよく一緒に噴水のそばに立って、僕が作ったおもちゃのコンパス号を池に浮かべていたんです。そのたびいつになれば僕もミハイルみたいに冒険に出られるのかって聞いてたんですが、毎回子供にはまだ早いって言われてしまって。ミーシャの言うミハイルは本当に航海士で、うちらの知ってる時計屋とは特に関係ないみたいだね。そうね、ミーシャの話からすると夢の泡の中の情景も全て彼が小さかった頃の思い出みたい。でもそうなるともっと謎が増えない？ミーシャの話だとミハイルは明らかに海洋惑星の生まれで、平凡な日々を送ってた子供で、ピノコニーとは全然関係なさそうなんだけど、もしかしてこれって何かの比喩？大海原って記憶域のことだったりする？すみません、僕にもよくわからなくて。でも記憶は噴水の水みたいに抑えきれないほど湧き上がってきています。もしかしたらもう少し先に進めばもっと思い出せるかもしれません。